ユカタン半島東岸地図、シェルハは、メキシコキンタナロー州のカリブ海岸沿いに所在する、マヤの遺跡である。カンクンの南西1 2 2トルに位置し、トゥリムからは南西2 3トルである。名称は、ユカテコ語で、泉の水を意味し、これは、ジャングルの背のうからの湧き水が、カリブ海に流れ込み、ラグーンを形成している地形による。 シェルハに居住が始まった時期は未だよくわかっていないが、紀元1世紀頃までには繁栄し、古典期から五古典期後期までの長きにわたり、建造物が建てられていた。また、コンキスタドールによる侵略を受けた時期はあったが、最終的には19世紀までマヤ族の居住が続いていた。1841年。 ジョン・ロイド・スティーブンズとフレデリック・キャザウッドにより、期限564年の日付が残る石碑が発見されている。シェルハはトルムやタンカーなどと共にコバーの重要な港の一つであった。7世紀から12世紀の間、近辺のマヤ国家と海洋貿易を行う他民族との貿易港であり、文化の交流地でもあった。1527年。 コンキスタドールによる最初のユカタン半島侵略の拠点として使用された。指揮を取ったのはフランシスコ・デ・モンテーーで前年にスペイン国王からユカタン探検の特権を与えられていた。ユカタン半島最初のスペイン領土としてサラマンカデ・シェルハと名付けられるが、この最初のユカタン侵攻は大失敗に終わり2年も経たずに放棄された。現在のシェルハはカンクンや 周辺のリビエラマヤからの観光客で賑わう。観光の中心はシェルハ海洋公園。ありがとうございます。